霊陽、またはアンテロープは、牛科の大部分の種を含むグループ。分類学的にはおおよそ、牛科から牛族とヤギアカを除いた残りに相当し、牛科の約130種のうち約90種が含まれる。霊陽は分類群ではない。霊陽と呼ばれる生物は、牛科の多くの赤に分かれて存在する。多くは、霊陽同士より、それぞれが牛科。 ヤギにより近い関係にある。多くの異なる種があり、大きさも小型のものから非常に大型化する種まで様々である。古くはカモシカと呼ばれることもあり、細く伸びた足を指すカモシカのような足という時のカモシカは本来は霊用のことである。しかし現代でいうカモシカはヤギ赤に含まれ霊用には含まれない。なお霊用の赤の一つに、 アンテロープ赤があるが、このアンテロープはアンテロープではなく、模式のブラックバック属アンテロープのことである。アンテロープ赤は、アンテロープの中の一赤であり、オリックス、インパラなど、代表的な霊用の多くが別赤である。アンテロープ共通の特徴は、基本的に、牛か共通の特徴に、ほぼ一致する。つまり、生え変わりや枝分かれのない中空の一体の角、装飾、 小さい二股のひずめ、短い尾などである。牛科全体の特徴ではないアンテロープの特徴としては、家畜種が含まれない、主にアフリカに生息するなどがある。また、牛族は牛科で最大級の種も含まれる大型種のグループであり、ヤギアカは小型ながらも頑丈な獅子を持つが、それらに対し栄養は、軽量で優雅な姿をし、細身で優美な前後足を持っている。 多くの霊用には強力な大体四頭筋があり、驚くと、まるで巨大なウサギが地上で弾んでいるかのように、この筋力による独特の跳躍ストライドで走る。いくつかの種では、この跳躍は時速1 0 0トルに達し、陸上で最速の生き物の一つでもある。30族、90種が存在する。そのうち15族が絶滅の危機に瀕している。代表的な種は次の通り。 主に国情緒のある狩猟を楽しむ目的のために、ブラックバックがアメリカ合衆国に輸入され、テキサス州では一般的になった。アメリカ大陸には厳重の真の霊用はいない。グレートプレーンズのプロングホー,オーンは、枝ツの霊用かという独自のグループに属する。しばしば霊用として分類される、モーコガゼルは時速 80km の速度で走ることができる。 スニは南東のアフリカに生息する小型の霊養であり、体高は30から43センチメートル。大きさ、形及び色において、ディクディクと非常に似ているが、小さな違いを数多く持つ。アフリカで生息する、新進ウォーターバックはオスニの帝が生えている。様々な根血霊養が動物園に記録された。これは、他の種や誤認された種が一緒に囲われ、 より適切な繁殖相手が不足がしていたことによる。後輩の容易さは、各霊用の種が、どれくらい禁煙な関係にあるかを示す。いくつかの別種として認識されていたものは、実際には、同じ種の変種集団であり、おそらく行動や、地理的な違いによって、野生での後輩が妨げられていたのだろう。根結個体が生まれた霊用の組み合わせリスト霊用の角は、 多くの地域で医学と魔術の象徴として尊重される。今後では魂を閉じ込めると考えられる。キリスト教の遺恨解釈学は、キリスト教徒が持っている2本の霊的な武器のシンボルとして、霊用の2個の角を使用することがある。また、霊用の速く走る能力は、風を連想させる。霊としては、リグベーダにおける、マルトの群馬と風の神バー合などである。 アフリカなどでは食用に供されており、郷土料理店に行けば肉を食べることができる。ありがとうございます。